バーグ、グッドモーニング小鳥さん、サンサンフランシスコでカーニバル。なかなかいい詩ができた。美しい朝日のサプライズ、さえずるバードたちのシンフォニー、狂おしいベーコンとエッグの絡み、さあさあ素敵な一日のスタートだ。やあ諸君、おはよう。素晴らしい朝だね。おはようございます。なんで朝からそのテンションなんだ。うるさい。誉れは朝から誉れでね。うむ、そこまで言うなら朝の詩をプレゼントしよう。いらない。誉れの思考は理解不能、天才変人奇想天外唯一無二、いつまでたっても理解不能、天才天然朝からハイテンション。なんだこの荷物は。おお、そろそろ届く頃だと思っていたよ。実家から執筆の資料を送ってもらったんだ。それにしたって多すぎます。まだ玄関の方にもたくさんあるんですよ。何とかしてください。よし、みんなで手分けをして片付けてくれたまえ。なんで俺たちが。私一人ではとても無理だからね。あ、私は仕事があるのでこれで。あー、忙しい。逃げた。ほら、グズグズしているといつまでも朝練を始められないよ。お前な。まあまあ、みんなでやればすぐ終わるよ。さあ諸君、まずはこの段ボールを開けてくれたまえ。あ、これは私の、ああ、我が愛しのコレクションたちよ。